はいこんにちはレトスノーノです1月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますテキストで勉強問題を解いて勉強どちらが効果的かこれについて世界的な有名な学術雑誌サイエンスにも記載された実験で入力を繰り返すよりも 出力を繰り返す方が脳回路への情報の定着が良いことが報告されていますつまり問題を解いて勉強した方が効果的だということです私たちの脳は情報を何度も入れ込むテキスト学習よりもその情報を何度も使ってみる問題を解く学習をすることで長期間安定して情報を保存することができるということなんですねもちろんテキスト学習もメリットはあります 頭を整理したり、全体像をつかんだりするには、テキスト学習の方が良いです。一方で、たくさんのポイントを覚えていくには、問題を解く方が効果的だということです。ぜひ参考にしてみてください。では、3問に入ります。A の B に対する貸金債務について、金世の受領の委任状などの債権者である証書を持った C が、債務の弁債を請求してきた。しかし C は真の債権者ではなかった。そのことにつき、善意無過失の A は、 C に全額弁済してしまった場合 A は B に対する貸金債務の弁済を免れる丸か罰かという問題ですこの問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの下の動画の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですね弁済は本来の債権者である B さんにしなければその弁済って無効なんですねしかし本当の債権者 B じゃなかったとしても、そのような外観を備えたもの、C を信じてしまって、全員無過失でそのものに弁済してしまった場合、その弁済は有効となるんですね。よって丸になるということになります。でこの問題はちょっと理解する必要があるんですね。問題文も理解しないといけないし、解説も理解しないといけないと。 いうことなのでちょっと、えー、解説長くなりますのでこの点については個別指導の受講者さんのみ、えー、解説させていただきます、えー、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガから、えー、動画ですね別途動画ございますので、えー、そちらをご覧いただければと思いますその動画で理解すべき内容を解説しておりますで問いにですね売買契約です、えー、宅建業者 A が地主 B から B 所有の土地の売買に関する売買依頼を受けた場合 売買契約書には、誰が記名応押印して、誰が B に売買契約書を交付しなければならないかという問題です。え、これ2つですね、質問あるんですけども、まあ、実際このようなですね、え、穴埋め問題ございません。ただ、この部分はちゃんと頭に入れてほしいので、穴埋めにいたしました。で、答えはいずれも宅券業者 A ですね。売買契約書には、宅券業者 A が記名応押印して、宅券業者 A が 媒介契約書を交付しななければなりませんえ媒介契約書に記名を押印するのは取引士ではないのでえ注意しましょうえまた媒介契約書の交付については交付義務者は宅建業者 A なんですねただ A は会社なので実務的にはその担当者ですねが代理として交付しておりますでは土井さんです宅地造成等工事規制区域内において果樹園用地の造成のため10万平米の土地について 切り土、または盛り土を行う場合、盛り土規制法の宅地造成の許可を有しない、丸かツかという問題です。で、答えは、これ丸ですね。盛り土規制法でいう宅地とは、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、公共施設のように強制られている土地、以外の土地を言います。で、今回、果樹園っていうのは農地ですね。 農地ということは、これは宅地に該当しません。宅地というのは、農地やこれら以外の土地を言います。つまり、農地やここに書いてある土地については、宅地に該当しないということなんですね。つまり、果樹園用地の造成のために行う、切土や森土については、宅地造成の許可は不要ということになります。 ここ数日、森戸規制法でいう宅地の定義についての問題を出題してきました。解けない方は復習しておきましょう。重要なポイントです。また個別指導では、この動画の解説ではお伝えをしていない、本試験で引っかかりやすい注意点も含めて解説をしております。こういった引っ掛けポイントも頭に入れていくと点数につながりやすいので、こういった引っ掛けポイントも一緒に頭に入れていきましょう。そして弊社レトスは、限られた時間で試験に臨む方が、 暗記に頼らない理解学習と、ワントゥーワンの丁寧な勉強の進捗管理サポートで、無理なく、無駄なく、悩むことなく、宅見合格を勝ち取る個別指導を行っております。これまで1000名以上の方に個別指導を受講していただき、4年連続7割超えの合格率を出した実績もございます。もしあなたが忙しくて勉強時間が取れない、暗記が苦手、勉強が続かない、もしこんなお悩みをお持ちであれば、 個別指導をご利用ください。これらの悩みを解決して、宅見合格に大きく近づいていただきます。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。もう年末となって、来年は絶対合格しよう。そう思っている方も多いと思います。年始から気持ち新たに勉強を開始するために、この年末から個別指導をご利用いただければと思います。今からであれば、あなたに来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。 あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。